読売2つの玉筋。ですね、読める2つの玉筋ということで、やってまいりました。なんかちょっと静かな感じしてると思います。今日はね、隣にもいません。そして、青年隊もいません。とりあえずオープニングを私一人で、やるということで、でですね、今ね、多分ですね、まだね、電車に乗ってると思うんですよ。2分駅着の、電車に乗って浅草橋到着して、そっから猛ダッシュしながら、一服するとか言ってましたけどね、ふざけんなって感じですけども、みんなねライブなんですって。全員ライブ初めてじゃないですか。初めてですよね、この玉筋でオープニング一人だけでやってるの。絶対二人以上はいましたよね。でさらに初めてじゃないですか、化粧した男がオープニング一人でやってるの。なんせね、今日は、私が、お化粧担当ということで、まさかこういう状態になるとは思いませんでしたけども、ポコちゃんやってるみたいですわ。一人で画面に向かって、カメラに向かって喋って、ただポコちゃんはコメントが出るからね、そのコメントを読みながらコミュニケーションを取っていくっていうやつなんですけども、ずっと私一人でこれ果たして、彼らが到着するまで、話し喋ることができるのかという問題もありますけども、ただね、まあね、オープニングお便りもいっぱいありますし、恒例のね、体重、そして料理全部やっといてくださいみたいな感じで言われたんですけども、体重なんかやる意味あります？で料理だって、やる意味あります？彼らがいてそれに、こうやんや言いながらやっていくのがあの企画でしょ、あの料理ので。体重も分かんないもんね。一応体重出しておきます。はい。ガタオカガタオカマイナス 0.1、 アンナ君マイナス 0.1。 ほんとかこれ。これしかもさ、今日はこれ測ってないのよ、スタジオで、楽屋でいつも測ってるじゃないですか。測ってないもんだから嘘つけるじゃんね、これね。そんなのね。でもマイナス6キロとマイナス 6.6 までは行ったんだね、これで。まあ、標準体重、まあまあいいでしょう。はい、 OK。 一応僕のお腹だけ出しておきますか。じゃあ一応僕のお腹だけね、はい、出しておきましょう。まあ、こういう仕上がり。何が OK、何が OK なの。なんか今ひなちゃんから OK サインが出たんですけど、何が OK なの。もういいですの OK かな。早かったんだけど、出した瞬間に OK ですみたいな。よくもね、分かりませんが。じゃあ料理もやってきます。料理もやってきますか。あ、じゃあこれ私の、料理から、今日はですね、餃子ということで、やってきましたよ。今日の昼間、これが今日の昼間、スーパーに行ってですね、買ってきました。で、餃子の皮がね、大判、薄め、そして、20枚入りが一番少なかったのかな。で、一気に食べなきゃいけないということで、なぜかというと私冷蔵庫ありませんから、あれを保存しとくことができないので、一気に食べなきゃいけないということで、20枚の餃子を作んなきゃいけないということで、全部同じ味になると絶対飽きて食べれなくなると思ったから、エビとで大葉、シソですね、だとチーズっていう、バリエーションをつけながら、そしてあの鶏ガラ、丸鶏ガラスープ、鶏ガラスープ、これはあのポコチャで、ちょっとね、どうしよう餃子作るのどうしようみたいな話をしてた時に、あのね、僕ね、
あのフライパンがないじゃないですか。でフライパンの蓋も持ってないから、餃子って蓋で閉めないとあのちゃんと焼けないじゃないですか。だから鍋あるんだったら水餃子がいいんじゃないみたいな感じで、水餃子を作ることになった時に、俺一人だったら絶対あの鶏ガラスープは買わなかったんですよ。ただのお湯で煮込むだけで、なんかポン酢かなんかでつけて食べるみたいな、なんかそういうなんか発想だったんだけども、あのね、ポコちゃんにはね、あの主婦の方がね、あのいろんなアドバイスをしてくれるんですね。でそのアドバイス通りにちょっと鶏ガラスープ買ってみて、で鶏ガラスープで煮込んで水餃子、水餃子を作りました。じゃあちょっと次のこれで、ね、全部でね20個なんだけど、エビ餃子、ちょっとねあの隠れて見えないのはしそ餃子、あとはチーズ餃子で、あとノーマルの餃子5個ずつで、全部で、20個ね。はい、じゃあちょっと次お願いします。これ煮込んでる姿で、あの肉団子みたいになってるのは余ったんですね、ネタが余った。そうそうそう。え、この今手の矢印のやつは映ってるんですか？ありがとうございます。その肉団子のやつが、余ったネタをちょっと肉団子にして食べてみようみたいな感じで、やってで完成したのがこちらですね。おいしそう。 ありがとうございますね。チームプレイでやってます。料理続けた方がいや嫌です。今日だってさ、これさ、俺2時間かかったんですよ。スーパー行ってからこれあの料理、ここにこの写真を撮るまでの時間2時間。これ料理ベタだからなのか、餃子ってほら包む作業があるじゃないですかね。お腹空いたって言って完成して食べ始めるまでに2時間ですよ。これコンビニだったらお腹空いたで食べ終わるまでに15分じゃん。そこなんだよね。それの間何もできないじゃん。で時短なのよ。時は金なりなのよ。俺の感覚だから料理をその続けるあのメリットはまだ感じない。そして2000円かかったの。まあこれチャーハンとか買ってますよ。チャーハンとか買ってますけど、豆乳とかも買ってるけど、2000円かかってんの。高くついてるじゃんみたいな。まあそういう高いでしょ。高いよね。これも俺が下手なのかな、俺の材料選びがまずかったのかな。ちょっとこれ本当にその主婦の方たちだったら、いやいやそんなにかかりますよ、だってチャーハンだって自分で作った方が安いですしみたいな感じかも。であと20人前なんて一人で食べないから、家族の量じゃん。2、3人の量じゃん、20枚。でしかも俺スープにしてるからすんごいのよ、腹への溜まり方が。まあいろいろミスってかなりお腹いっぱいになりましたね。で結局お腹いっぱいになりすぎて下すでしょ、お腹でまた行くでしょトイレ。だから俺料理作った後必ずトイレにこもるのよ。だからあんまりいいイメージがまだないです。ひなちゃんは料理続けた方がいいですよって言ってくれるけど、あんまりいいイメージないの。よし、じゃあそういうことで、あでも今週もその料理のお便りがなかったらなくていいんだもんね、作んなくていいんだもんねっていうことを先週言ってたよね。まあもう俺来てるの知ってんだけどさ。今日俺自分がこれをあの目通したから来てるの知ってるんだけど、まあでも一応これだけにならないように、次回作ってほしいもの、ちょっと募集をします。なんで俺がこんなこと言わなきゃいけないの。じゃあちょっとヤカベ行っとこうか。済ましといた方がいいよね。はい、えこれは何なんだろう、合いびき肉なのかな。なんか色が薄いね、俺もっと赤かったんだけど。
でもこれネギ入ってるね。ネギと、これツナじゃないよね。何これ。ちょっと次いきます。おー、なるほどね。これ、ネタ多くない？どうなの？こんなもん。絶対はみ出るよね。絶対はみ出るよね、これね。はい、じゃあ次。ああ、でも、上手に包んでる。ひだひだにしてる。俺、これね、チャレンジし、一回したんだけどね。俺、できなかったんだよね。うまく。ぶさ、あ、そう、ああ、ありがとう。ありがとう。俺、これ。なんか、どうせ、不細工になるよ、なるんだったら、こっちでいいやと思って、こっちにしたの。ちょっともう一回、ヤカベの。あ、うまいじゃん。あいつ、こういうの、器用なんだな、こういうの。はい。あいつ、一個で焼いてんの、これ。ああ、なるほどね。はい、ちょっと待って。サバ缶あるよ。サバ缶あるじゃん。これは？サバ、さっきのやっぱりサバ入ってたんだ。もしかして、肉入ってない？あれ、サバ？ちょっと後でこれ答え合わせしなきゃいけないね。はい。なるほどね。あ、でも生姜とかも入れて使ってるんだ。あいつちゃんとやってるね。はい。次。ああ、なるほど。フライパン、蓋がないから、アルミホイルなんだ。頭使ったな。なるほどね。ああ、美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。この写真が縦なのは気になるけどね。俺だったらこれ変換してこう横にして送るけどね。なるほどね。あ、でも美味しそう。あいつは焼きをちゃんと作ったんだね。これで終わりですか？なるほど。でも中のネタが気になるね。あいつが、あのサバ缶を使ったってことだと思うんだけど。サバ餃子なのか。サバ缶餃子。でも新しい。別に絶対、まずくないもんね。じゃあ、料理対決。一応、なんか、ね、ひなちゃんにいつもジャッジしてもらってたんだけど。まあ、今日は俺しかいないけどね。俺しかいないけど。じゃあ勝者一応俺しかいないからね、やだー 気の利くスタッフでございます。ありがとうございます。 まあでもちょっとヤカベのサバ餃子ちょっと気になるね。まあということで、オープニングお便りで、それこそポコチャでね、俺餃子作んなきゃいけないんだよみたいな話をしてたら、僕が今回買った材料で、例えば鶏ガラスープとか絶対余るから、そういうので、なんていうのを使った次のレシピを考えてくれた方がいるんですよ。玉筋ネーム、あんずあめさん。ちょっと待って。あ、これだ。アレさん、片岡さん、安楽さん、大鍋つねさん、こんばんは。こんばんは。お料理コーナーの次週のメニューですが、鶏肉とお豆のトマト煮です。鶏肉とお豆のトマト煮です。作り方はとても簡単。鶏肉とサラダ用豆とピーマンや玉ねぎなどお好きな野菜を切って軽く炒めて一緒に煮込むだけ。もうこの時点で、切る道具がないですから。切る道具ないですから、なんとか鍋1個で戦ってるわけですから。で、水分多めならスープとして。しっかり煮込めばおかずとして、パンにもご飯にも合います。ほう。アンザムさん、料理上手なんだよな。味付けは前々回使ったトマトケチャップと塩コショウ。ある、これはあるよ。そして今回使ったである鶏ガラ、はい、僕は使いましたよ。まあ、ヤカベは使ってないですけどね。手元にある調味料の救済処置レシピです。
しかしそれだけではあまりにも簡単すぎてつまらないので、そんなことないけどね、十分だけどね。ジャッジしてくれるひなちゃんが喜んでくれるであろうデザートを一品つけること。ことじゃないよ。命令みたいに。ことじゃないよ。デザートも手作りとは言っていない。ああ、そういうことね。ああ、なるほどね。さっきの、なんだっけ、鶏肉とお豆のトマト煮プラス、買ってきた、チーズケーキとか、デザート系で、いいんだね。ひなちゃんが好きだと思われるデザートで。なるほどね。そこで点数を稼げということね。それではお二人自習も頑張ってくださいねということで、まあこれが一案として自習のおい、ひなちゃんが手作りがいいですっていうカンペを出しましたけど、デザートも、デザート手作りってさ、どうするの？俺なんかあれしかできないよ、餅煮てあんこ入れてなんだっけそれ、お雑煮じゃなくてお汁粉しかできないよ、いい、それで俺鍋しかないんだよお汁粉しかできませんけども。でもさ、トマト煮作ったらさ、それを鍋にこう移して、その鍋を一回洗って餅を煮なきゃいけないから、まあ大変だね。はい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 。まあこれ以外にも、募集、しますので、この番組中に、この番組のツイッターに、DM いただけたら、 DM もしくはメッセージかな、はい、リプいただけたら、対応、しますので、多分ね、ということでよろしくお願いします。もう来た？おい、とっくにじゃないよ早く入ってこいよ、一服してる、もしかして。あ、なるほどね、 CM 中にねということで、ちょっとオープニングお便り、まだ終わってませんが、来てるんだったら呼びましょうよ。いい？もう入ってこれる？CM 行ってほしい？あ、じゃあ CM、行きましょう。はい、じゃあ、この番組は、有限会社吉田組さん、小田原うろこさん、リラクゼーションゆらくさん、ラーメンはやとさん、小田原ラーメン岩鉄さんの、提供でお送りしてます。ということで、それでは CM 行きましょう。果たして3人は入ってくるのか、お願いします、どうぞ。2020年12月オープン、小田原駅天聖園10階、極上のリラクゼーションをあなたに。生き返るゆらく。オープニングのお便り来ております。普通すぎるだろ。何ですか？ごめんなさいとか。いやいやいや、ついてたんで。ついてたんでじゃない。とっくに来てますじゃないよ。10時何分に着いたの？8分頃に。8分ぐらいに着きました。あ、本当にダッシュしてくれたんだ。2分の電車、2分着の電車で、はい、8分に到着って結構頑張った、ね、まあ。普通に歩いてたけどね。普通に歩いて。おい、ゆっくり歩いてた。おい、早めに歩け。で、来て、はいはい、楽屋でこのアレさんのこの一人でやってるやつを見てて、はい、いや、面白いですね、うん、絵面もいいし、あとすごいいい職場だなと、アズーリが、うん、あの、僕らこのブース、ガラス越しでスタッフさんの声聞こえてないじゃないですか、うん、いつもね。だから笑ってるかどうかも分かってないじゃないですか、うん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 、めっちゃあの反応するというか、うん、アレさんの一言一言に、そうそうそう、あー嬉しい、おーとか。あ、今日は特にいっぱいカンペ出してくれた、うん、あ、
替えを頼してくれようとしてた。ああなるほどね、一人だと。でもあれさんだってポコチャやってるから一人にはなれる、うん、だからそれも言ったのよ最初。あ、はいはいはい、まあ、ポコチャじゃんって。ああああ、やってることポコチャ。ポコチャはコメントが出てくるのに対応するから、そういうコミュニケーションできるけども、それが今回できないからみたいな話したら、多分ひなちゃん気遣ってくれて、いろいろコメントしてくれた、ね、してくれてた。いい職場ですわ。いい職場、マジで聞いててすごい気持ちよかった。スタッフに恵まれてる、うん、うん、あの3人で簡単っていうんですか、この声を上げて、うんうんうん、あ、本当、あ確かにとか、うん、そういう顔してて、めっちゃいい職場だなと思って。でも思いましたね、こっちは聞こえてないからね、いつもそれがね。か俺とあんなか来たからそれやってる可能性あるんですけどね、うん、ああなるほどね、それまでは何もしてないから見え張り、俺なんか来てからああははとかやってるけど、確かにスタッフルームのあの扉をいつも閉めて、うん、閉めてんのに聞かせるかのように開けてるもんね。怪しいね。そうなの、気使ってくれたの、おじさんに。おじさんと、おじさんに化粧男に。もう聞こえないから閉めた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 、スタッフルーム閉めた、もうあそこからシーンってなるの。すいません、大田別ねが遅れてまして、まださらにだからもう料理も終わったし、料理は終わった、体重は終わった、俺もお腹出しといた一応。すいません、じゃあもうあれさんたちの料理はもう料理、愚痴は言いまくった、僕らに見せるはずのやつを一人で。だから意味が分かんない。そうですよね、意味が分かんない、体重だって意味分かんない。おいおい、ちょっと待って、マイナス 0.1 ずつ、お前ら本当か、本当に。これは本当に、これは俺と安楽動画を送り合いました。なんでここに流せないかっつったら、二人とも全裸でチンチン映ってるからです。ちゃんと家とかで測った動画も送ってるんで、そこは信用してください。もう 0.1 キロ、あれさんお腹出しててコメント来てますね。ポコちゃんかなこれ、ポコちゃん、うん、今あれさんお腹出しててコメントが来ましたね。今出してってこと、これでももしかしたらまあなんかあるかもしれない、何かしらあるんじゃないですか。まあ確かに、じゃあお願いします、はいはい。まあ、今週の、ね、体重、今週体重、体重測定終わったら必ず出すって毎回出してますからね、うん、こうですね、はあ、うん、何もないです。いたずらです。いじりです。え、指示した？してないしてない。大鍋つねが来てる可能性ありますね。これは。これ大鍋つねのつまんない指示の可能性ありますよ。いやマジで僕もそう思いますね。うん。さっきね、スタッフさん、うん、お腹出した時に、はい、ひなちゃんが、うん、うわもういいですいいですみたいな、もうオッケー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 みたいなやつで、はいはいはい、さっきの方が盛り上がったわ。ですよね、今なんかね大平くん書かされて、うん、あんまやりたくなさそうに出してた。あ、なんかさっき俺あれさんがもしあいつらまだかなって言ってきたら、あれさん笑顔でだって。あれさん笑顔、カンペ出てますから笑顔で、はい。なんかあるんじゃないこれ。大鍋ってね来てますよ。つまんなカンペ野郎、おつまんなカンペ野郎じゃないか、おいやらんかい、信じてこり旋回、つまんなカンペ野郎じゃん、やったやろ、やって怪我しとんねんか。一人にさせてよお前ら。つま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 、ガタオカ安楽は遅れるっていうのを先週から知ってた。そう言ってました、ライブがある、うん、はい、そう、はい、だけど いるもんだと思うからさ、二人でやれるもと思うさ、うん、そしたら前代未聞のさ、うん、化粧おじさん男でさ、オープニング一人や。今日の夜言ってきたもん。おじに、いや、いつも、いつも間に合うんですよ、うん、けど今日が本当して、本当はその何のライブそれ、何、実在するライブ、いや家で寝てました。嘘つけよ、恥ずかしめるなってお前おじさんを。いやつまんなカンペ2連発出したね。いやどういう意味、いや分かんない、お腹出さずなのは何、いやよく分かんなかったですもん本当に。やばっ、さっきね、あれさんになんか一応僕もなんか5分ぐらい前に聞いて、うん、だって出ようっていうので、あ俺らは CM 中に入ったから、それ聞いて、それ聞いて、でもとっくに来てますみたいな、カンペとかみたいな、うん、出てましたみたいな聞いて、うん、何しようっていう、うんうん、そのお腹出してとか伝えた時は受けた、いや僕が、いや受けなかったです。でしょ、はい、全然受けない。だからさっきのあれさんがもしね、全然あいつらまだかなって言ったら、うん、じゃあひなちゃんとっくに来てますって書こうかって言い打ちたら、はいはい、3人笑ったの。いいですねそれ、うん、で、あさすが芸人さんのカンペも面白いんだっていう空気にしたのに、いやあなたいやいや書かせてさ、滑らせてさ、大平くんが悪いみたいな。あと金払えよお前、時給上げてあげてよ。さあということで、あれさんありがとうございました、ここまで、ね、ありがとうございました。ここからは4人になります、すいません、二度とないように。そろいました、なるほど、妙な安心感。そうですね、俺はもうお役ごめんだよ。2週分ぐらい喋ってた。いや見たかったっすけどね、ちょっと5月、2回月曜日になります。1個はね、9時からなんで間に合わないです。本当ですか、1本間に合わない、1本もね来れないかもしれない、もしかして、これもそうだね、うん、もう1本はギリ間に合うかなぐらいで、またそれはね、なるほど、まあ、その時は誰かが来ればね、まあ、そう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 、やめてよ、まあ散々沖縄行ってたでしょ、
あ、本当だ。違う、一人にしないでよ。本当だ。二人まで。二人だ。全然いいよ。言ってくれるだけでも。ありがたい、ありがたい。確かにね。はい、で、僕の餃子も終わってるんですよね、勝手に。終わったよ。ちょっとね、あの、ツナ缶だけは何なの？あれ、あ、だから、サバ缶。だから、あの、お肉じゃなくて、うん、お肉は使ってないんだから。使ってないぞ。そもそも何作るって話だったっけ？餃子。あ、餃子か。はい、え、これやっぱり、なんか色薄いなと思ったの。あ、そう、サバの水煮に、あのネギだけ入れた、なるほどね、生姜、生姜か、はいはい、だけどシンプル餃子みたいな。でもサバ餃子実際居酒屋とかで人気あるの、あるんで。あ、そうなんですか。そうなんですね。そう、なんかお肉生焼きが怖いなと思って僕。でもさ、あのちゃんとひだひだも作ってさちゃんとうまいね、上手だね、はい、めちゃくちゃなんか本当嫌でした。これでももうリスナーさん見てるんでしょ。俺見てる見てる見てる。そんなそこまででもない餃子を2回も普通の餃子。まあでもね、あの勝ったから俺が。あ、またあれ、そうじゃん、あれさん。今週もあれさん、だめなんかさっき読んでたけど、なんかまたお題来たんですよね。自身のアンザメさんのお題が来ちゃってるから、鶏肉とお豆のトマト煮これになりました。知らん、知らん、煮とか無理って、煮とかないって、ほんと無理。でも、あと鶏肉とか書いてるやん、具体的に。いや、そうだよ。だから、あの、いやいやだったけど、募集してるから。あ、まだこれから。え、また、これ、いつ、これゴールどこですか、僕らの。俺らの腹筋と終わりやん。一生無理やん、一生笑いやん。一生じゃない。いや、だからじゃあまた放送中にトリガーズリーフームのリプで、はい、他に案があればなかったら鶏肉とお前で、おい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 、乗り切りすぎません？違うって俺言ってるって、散々言ってるって。もう終わってるってそのくだり。お前もう遅いよ、アーカイブでも見とけ。一人でジジイが文句言ったって。お前まだオープニングのお便り4枚残ってる。何してたの？それはそれ何してたんすか？あんたそれはそれ大重と料理やってたらこれぐらいな。もう V 体験行かなきゃいけないですよ。オープニングお便り、はいはい、植物パイセン、コウスケさん、達也さん、浩平さん、健吾さん、ごきげんよう。前回の放送で祝っていただき、あの後無事に21歳になりました。ありがとうございます。おめでとう。さて、前回私のキマルセク見てる発言で微妙な空気にさせてしまい申し訳ありません。はっきりキーマルセクっていうのではなく、ご想像にお任せします的なことを言った方が絶対良かったなってガチめに反省したので、これからも何卒よろしくお願いいたします。そして、前回の復活パンダさんのブー体験が優秀すぎて、オールナイトニッポンとかに行った方がいいとのご意見がありましたが、あれだね、若い子がわしって言ってるのを聞いて、おいどんはおかしいと思います。素晴らしかった。実は私は一度だけオールナイトニッポンで採用されたことがあります。すごい。その一度だけですし、その時そこまで受けたわけでもなく、普段からネット番組が主戦場なので自分からはあまり言わないようにしているのですが、ネット番組でも地上波ラジオでも頑張るので、心の片隅で応援していただけると幸いですということで。いやー、なまあすごい葉書職人さん。いや、素晴らしい職人さんなんだね。まあ我々がだから頑張ってね、こんなところ早く脱却して、いや、そうですね、地上波に行くしね。みんなも連れてね。こんなとこと言うな、スタッフさんみんな連れて。いなくなるんですか、僕らだけ残って。こっそり全員僕らだけ残って。僕とチカちゃんだけ、僕らチカちゃんだけ残って。青年隊とチカちゃんのラジオ。パイチンも置いていくから。パイチン、ボッキマシン。いや、パイセンと間違えてなくて、ボッキマシンと間違えて、パイチン。パイチンはあのポコチャネームなの。あ、それは。ごめん。どんな名前があるんですか。ごめん。玉筋ネーム、のりこのりのりさん。はい。こんばんは。私の住んでいるアパートは壁が薄いので、夜に笑いすぎると迷惑になります。あ、これこの間言ってました。笑い声のやつですね。今日も近所迷惑をかけました。あれさん、ごめんなさい。あれさん、ごめんなさい。せっかく北海道へ帰ってお母様の美味しいご飯を食べて幸せいっぱいなのに、私のせいでお化粧ですね。あ、そうそう、だからこうなったね。前回負けちゃったから。でもまたママが綺麗にお化粧してくれると思います。綺麗になったあれさんを楽しみにしていますということで、ね。綺麗ですね。綺麗な。今日もしてくれて。前回の放送、俺が化粧の放送見てくれてて、うん、やっぱ薄いねってなったらしい。画面越しだと。ママが反省してたらしい。だから今日は濃いめにしてくれた。確かになんか、そうなんだ。フィギュアスケート。フィギュアスケートの。的なね、濃いめの。玉筋ネーム、牧助さん。はい、お久しぶりです。毎日仕事で疲れてました。でもみんな同じですよね。皆様お仕事お疲れ様です。そして今更ながら野球のチケットありがとうございました。吉田組さんの。すごいことだよ。初めてのシートで楽しく観戦できました。おお、連敗ストップの試合でものすごい盛り上がりに感謝していますということで。また吉田社長さんの方から、打診がありましたので、5月以降、6月以降、やっていきたいと。あ、本当ですか。プレゼント。ありがた。もっとね、リスナーさんが増えて。今日最後の放送？ 4 月？あ、そうですね。そうですね。5月。1日になりますね。今日、やっといた方が良かったかもね。
あーそのあもう来月だもんね。だってでもね吉田社長からまだその5月かどうか いつか分かってない。そうですよ、ね、あそうなの日程来てないなんで、まあ、吉田社長また出たいって言ってくれてるんで、いやぜひ社長の前でやるのもいいですね。いやそれがいいですね。めちゃくちゃいいですね。それだと抽選者少ないことバレちゃうか。いやもう僕らがもうあのダミーダミーダミーで裏垢でもやりまくりましょう。もしダミーだったらあの別次回に来ない会にしましょう。そうかそうか、はいはい、ダミーだったら裏垢通すですね。適当にバレればいいんだから。いいボケした後こうじゃないのよ。来てまだだって20分15分しか経ってないもう眠い。気が散ってるしもう救急車は通るしもう。いや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 。気が散って気が散って。そこだけ関係ない。止まったんですよね。あの救急車があるでしょ今までも。あの通ってその対向車線が全く走ってないのになんか止まってたからなんで止まってんだろうと思って。あ曲がったりできない。急げようと思ってましたずっと。それを見てるのに片手までコメントして、はい、さらに目をかいてた。何十句何十句何十句何としょんぼして。タマスジネームスーパーストロングボッキマシンさん、はい、タマスジネームさんこんばんは。こんばんは。土曜日神宮球場行く前に西大のラーメンハヤトさんにお邪魔しました。おお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 行きたかった場所までようやく夢かなってハヤトラーメンアレシンノスケプロデュースのアレ丼を食べることができました。なるほど。めちゃくちゃうまかったです、今度は全種類制覇目指してまた行きたいと思います。素晴らしい。そしてお相手してくださいました片岡さんありがとうございました。おそうなんです。僕出勤してました。なるほど。あ最近ラーメンハヤトさんにはい、もうアルバイトとして行ってました。そうですね、はい、うん、そうですね。だから突然、はい、混んでたんですよ、はい、の満席の中で、はい、知ってる顔が入ってきて、おお、なるほど。こう入ってきて、あっボキさんって言って、いやいやいや、ほらほら昼間のラーメンを危ない。営業妨害、営業妨害で、もう、はい、もうあんま喋れなくて、だからあー、忙しいからね。でもサクッとハヤトラーメンとアレ丼を頼んで、はいはい、で、神宮行くんだっつって、いいお客さんでした、非常に。あ、本当ですか。で、まゆみさんも喜んでたし、あ、よかった。まゆみさんもね、店長って僕らすぎる、自由すぎる。店長も、あのラーメンハヤトさん、あの玉筋リスナーさんなんですが、って喜んでたんで、ぜひとも皆さん、これでね、売り上げとか繋がっていければ玉筋見ましたで、はい、味玉がつくように僕の方から言っときます。いやもうほんとみんな行きましょう。僕のギャラから引いていただいて大丈夫なんです。月収の方から、ね、みんな行け。僕も週1ぐらいでどっかでランダムで入ってるんで、いたら全員確かに。あ、なるほど、そっか、玉筋見ましたで、ね、玉筋見ましたでね、玉筋の下ネタ発言してる姿とは全然違う真面目な片岡さんが見れましたということで。おー、そりゃそうだろ。あんたらやつね。確かに。さあということで、はい、オープニングが終わりました。オープニング、はい、ここからいきます。僕と私の舞台ゲーム、まあそんな来てないから焦ることもないですかね。なるほど、あと謝んなきゃいけないのがもう一つの方のお題をですね、はいはいはい、リスナースペック選手権ですね、今日の夕方載せまして、あ、そっか、ずっと忘れていて、うん、なんでちょっとそっちも少なかったりもするんですけど、うん、すごいですね。僕も忘れてたし誰も気づかないですね、こっちで。確かに。で、リスナーさんから DM が来て気づいた。すごい、ちゃんと支え合ってるんですよ僕は。ありがとうございます。ボクさん、ありがとうございます。あ、ボクさん、ボクさん。さあ、じゃあランダムですか、これは並べてますか。あ、ランダムです。じゃあランダムでもう、はい、なるほど、いきましょう。ブー体験、新しいポストカード制作中ですので、はい、お楽しみに。じゃじゃん、はい、玉筋ネームのりこのりのりさん、はい、玉筋ファミリーの皆さんこんにちは。こんにちは。珍しい、あ、珍しいっていうかあれか、俺がお題載せてからだから、うん、夕方に来てんだ。あ、舞台券です、はい、島村のチラシを見ていたら、うん、大きいサイズの可愛いお洋服があり、この服欲しいと思いましたが、うん、値段を見たら島村も値上がり、諦めました。です。あら、地下、なるほど、地下、地下化、地下化してる、地下化してる、地下芸人、地下ですか、地下に潜り込む。まあ確かに物価高騰の波がね、なるほどね、安いでおなじみの島村さんにも、うん、確かに、そうですね、押し寄せてるということで、なるほど、値上がりしますね、まあ、じゃあそうですよね、うん、なんかそれこそラーメンハヤトの近く、西大の駅の近くにユニクロができて、なるほど、いいですね。そしたらもう大混雑してて、ええー、別にどこでもって思う、まあ確かに、やっぱそういうもん、スタバもそうか、まあ確かにそうですね、本当にスタバができたら行きたい、そっかそっかそっか、あ、まあやっぱそういう心理なんですかね。行くことがね、行くことに、まあまあね、地元の一番乗りだということでね、はいはい、さあ残念ながらブーです。そうですね、もうどんな内容だったか覚えてない。中身の内容ですね。大きい服だね、大きい服、まあね、はい、ね、行きましょう、じゃじゃん、はい、じゃ玉筋ネーム牧助さん、はい、僕たちの舞台券、はい、甥っ子がおならしたら空気清浄機がフル稼働しました。
あ、まあブーの体験ではありますね。まあ、まあ、当たり前の現象ではなくて、ね、上手ですけどね。まあすぐに反応するぐらい汚い、うん、そうだ、ね、いやそんな言わない、空気を汚したって、ね、いやいや、うん、空気清浄が有能だったってことですよ。まあそっかそっかそっか、空気清浄がね、これはもうブーは、あ、まあでもブー体験だけどね。あ、でも出ない。でも、うん、そっちのブーではないよね。あ、おならブーの方だろうね。まあめちゃくちゃ失敗したらな。おいっ子にちょっと合わせ、合いすぎちゃって最近。あ、そうなんですね。ああ、まあ、一緒に住んでるから、一緒に住んでるからね。ああ、なるほど。男のすぎる。あ、じゃあこっから甥っ子エピソードがもうどんどん出てくると思うんだけども。のりこのりのりさんも甥っ子エピソード多いですもんね。多いです、多いです。あ、なるほど。子供に厳しいんですね、じゃあ僕らは、うん。だからマキスケもこういうレベルになっていっちゃう可能性があるね。これが企画がね、厳しい。甥っ子に合わせていっちゃってるから、ね、うん。なるほど。ああ、なるほど。お笑いの方も幼稚になってるんですね。これが企画。企画です。企画です。ちかちゃん今日来てるのかわかんないですけどね。行きましょう、はい、じゃじゃん、玉筋ネームゆきゃまるさん、はい、出ましたね。玉筋の皆様こんばんは。こんばんは。お元気そうでなりやりです。なりやりとか、ね、何よりって言いたかったね、2文字間違えてますね、はい。今日電車に乗ろうとしたら、駆け込み乗車はおやめくださいのアナウンス、うん、ギリギリのタイミングで乗り込めたのですが、背負ってたバッグが引っかかってドアに挟まってしまいました。ああ、とても恥ずかしい一瞬でした。あるよ、ね、うん、それはさておき、うん、私のブー体験です。はいはい、はい。自炊生活のお題が餃子だったので、うん、番組見ながら食べようと満州餃子に買いに行きやした。ほうほうほう。もう食べ終わっちゃいました、うん、というのが番組だから、なるほど、番組に合わせて、ああ一緒に食べようと思ったら、うん、投稿来てんのが、うん、21時46分46分なんで、放送前に、放送前に食べ終わっちゃった、終わっちゃったって、なるほど、うん、これブーじゃないですか。確かにブーか。あれさんもう本当にもう僕ら一人で終わりです。あれさんこそ甥っ子化してるんですよ。反応が、まあじじいになっていくとだんだんそうなって、甥っ子と甥っ子、ああ甥っ子、ああどっちの甥っ子も、なるほど、これ大変なことになってきましたね。これいいと思ったけどね。あれさんがやっぱちょっと使いすぎ、体力使いすぎちゃった。そうね。ちょっと、うん、あとあれさんは先にこう電車の方に頭切り替わっちゃうと、うん、急にその、あ、そうそう、行く、ブブーね、かも、なるほど。なんかこうなったのは難しいことしちゃダメですもんね。確かに。あ、そうシンプルイズベストで。そうです、ね。さあ、そんなそんな教えたらダメなんですね。そんな丁寧に教えすぎるんで。3年目で。ヤカベとか安楽がさ、はい、落ち来たらこう教えてあげたらいいんじゃない。あ、今ブーですよ。それを見た上でブーか判断する。じゃあ近くの安楽さんがじゃあ、安楽がじゃあ頼む、今ブーだって思ったら別にそれでブーしなくてもいいですよ。あれさんが俺はブーと思わなかったら別に気づかない場合があるから、落ちだったらあげればいいってことですね。そうです、じゃあ頼む。玉筋ネーム武蔵前のりっぺさん、はい、皆さんこんばんは、うん、職場の男性用個室トイレにはトイレットペーパー以外流さないでくださいと貼り紙があり、うん、ペーパー部分に林家といたずら書きが書かれているそうです。うん、他部署も含めて成人した大人たちなんですが、というお便りです。どっちもフリーズで手上がってないからまだ終わってない、まだ終わってないです。終わってる、終わったんですか。すごい、これは確かに、まあ分かりづらいじゃ分かりづらかったけどね、うん、ペーパーのところに林家ペーパーね、林家ペーパーね、ここで手上げてもよかったかもね。確かに落ちじゃなくて今が面白いですよ。あ、か、はい、すいません、足つった。なんで、なんでどこでライブハートだからちょっと天然そうなのどこでダメだ、出ません。あ、さあじゃあ残り2通、じゃじゃん、玉筋ネーム復活パンダさん、あ、ありましたよ。僕たちの豚犬職人、友達のタンプレを買いに恵比寿まで行ったら、うん、結局自分の分しか買いませんでした。お、恵比寿のダイソーは品揃え豊富でした。あ、ちょ、今変なところで、あ、今早まった、早まりました、早まった、自分の分を買っちゃいましたね。しかも恵比寿なのにダイソー行ってるんかい。なるほど、はい、そのダイソーがもう消えちゃいましたね、多分、うん、僕も聞こえて聞き取れなかったですもん。聞いてなかったですか。はい、分かっちゃう、上がってるのに続いてるぞ。手挙げたと思って、もう一回あります。いやね、やばいやばい、職人殺しが、職人殺しさあ1個も出てないですから。やばい、やばい、やばい。中でもじゃあ一緒にもう、うん、あんのよ。同時に上がるわ、うん、同時に上がったら、もうそれはもうブーだ。うん、最後、え、最後ラストですか。ラストです。じゃあ行きましょう。玉筋ネーム、植物パイセン。お。ごきげんよう。ごきげんよう。ブー体験です。ごきげんよう。ごきげんよう。あいつ、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 あい、足元にお気をつけくださいという看板が私の足元に倒れていました。
ラインズマンみたいな、ラインズマンすぎません僕ら。そんな、そんな楽しんでる。楽しかった。内容楽しんでる。いや、僕は顔全景、めっちゃ真剣すぎて。ああ、もっとやりたかった。内容覚えてますか？ダメだろ、じゃあ。覚えてない。めちゃくちゃいい舞台券なんだから。あ、そうですか。めちゃくちゃいい舞台券。あ、そうなんですか。本末転倒の舞台券送ってくれてる。あ、そうなんですね。内容は覚えてないけど、ああ10分前なんで CM 行って、じゃあ、うは出ましたんで、すが出ましたね。すのポストカードおめでとうございます。さあ、 CM 挟んで、すじっこスペック選手権行きたいと思います。 CM ご覧ください、どうぞ。さあ、リプ来てます。玉筋ネーム、はい、ゆうせいさん。ゆうせいさん、あれさんのソロ堪能させていただきました。たまにはいいですね。ありがとう。次の料理は焼きそばとかどうでしょうか。おい、あ、いい、いいね。ただしソースが付属で付いている麺は使わないという条件付きで、ということで、だからよくあるあのマルちゃんラーメンみたいな、あ、簡単なラーメン、粉振って混ぜるやつ、使わずにオイスターソースとか買える、麺は麺で買って、そう、ソースはソースでという。いい、こっちがいい、こっちがいい。決まりました。焼きそばはまあまあ作れるでしょ。焼きそばがいいでしょ。煮込みなんて知らんでしょ。しかも、うん、あの、安住さんの方ね、さっきの鶏とお豆のトマトにはデザートも添えてください。なんでやねん。なんでその見たいとか言うなよ。ひなちゃんの心をゲットするために、うん、デザートも添えてください。ただ、安住さんはデザートは別に買ってもいいです。ああ、いいって言ってたんだけど、ひなちゃんが手作りで。なんでっていうやり取りがあります。デザートなんて言って、なんか冷蔵庫ないじゃんって。だから、俺はもう先に言った、餅煮込んで、あの、あんこ入れて、お汁粉しか出ないよ。まあ、デザート。ダメですけど。中でヨーグルトじゃ作ればいいですか。ヨーグルト、うん。いや、発酵するね。どう作るの、ヨーグルトなんで。こうやって、ヤギ、ヤギ、ヤギとか言って。なんでヤギなんだ。ヤギなんだ。ヤギまで。なんで遠征してるんですか。さあ、スジッコ、じゃあこれはまだ募集中ということで、最後に決めたいと思います。スペック選手権、今日6枚来てますので、4、2ですね。お、4人でやって2人抜けて、ビリ2人残って、最後一騎打ちということで。なるほど。今日はね、忘れ物、僕が書き忘れたことにあやかって、はい、あなたがしてしまった忘れ物を、めっちゃいい、お申し上げくださいという、いいですね、ポンチで乗り切りましたね。じゃあストップお願いします。ストップ。はい、はい、一回戦は二人抜けます。なるほどね。ストップ。はい、はい。よっしゃ。じゃじゃん。ストップ。はい。マジ大事だからな。これ大事ですね。本当に。言ってください。やっぱね。ストップ。もう先抜けたい。はい、これ残りに決勝戦ね。はい、じゃあ、はい、ひなちゃんが上位二組を選ぶということにします。なるほどなるほど。で、上位二組の人にポストカードプレゼント。で、名前二人書けばいいってことですね。そうだね。はい、お願いします。それでは誰からいきましょう。はい、いきます。ぬるぬる手安楽。はい、ゆけまるさんです。あなたがしてしまった忘れ物は何でしょうみたいな感じですかね。家族で車、家族で買い物に車で出かけ、うん、帰ってきたら次女が乗ってませんでした。駐車場に忘れてました。駐車場に近くの交番に引き取られていて、めっちゃ怒られました。そうだろうね。そうです。結構これ今じゃニュースにめっちゃなる。そうだね。大丈夫だ。まあまあまあ、たくましいという話。何歳？何人いたのかにもよるしね。子供2人なのに1人は説おかしいだって。確かに。次女って言ってるから2人以上。確かにそうですね。だから成人とかしてる。もう成人してる。やばいじゃん。交番に行ってるのもやばいじゃん。どっちが怒られ、誰が怒られたそんな。誰が。さあ、いいです。いい忘れ物ですね。はい、じゃあ、あれさん。はい、私が。はい。玉筋の復活パンダさん。あなたがしてしまったとんでもない忘れ物とは。宿題やったのに持っていくの忘れました。ああ、ある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 ですね。あれさ、毎回弱い。あれ、これだけ以上です。はい、ボケじゃないんだ、ボケないんだ。ボケないね。ああ、弱いですね。弱いかっちょいですね。まあ、でも間違いないじゃん。まあ、あるある。まあまあ、あるあるですね。で、娘、いいじゃないですか。次女の方が強かった、ね。そうですね。成人の
何歳か何歳か読んでるこれも。あ、宿題が何歳か。今成人してから。じゃあ自分だけ僕行きましょうか。はい、行きます。タマス時代のりこのりなさん。はい。あなたが忘れたものとは。若かりし頃、漫画を投稿しようと思い、どうせなら持ち込みをしようと思い、アポを取って電車で出版会社へ行こうとしたら、すごい、駅のトイレに書いた漫画を忘れて、うわ、急いで駅員さんに聞いたら駅の忘れ物コーナーに届いていました。ギャグ漫画だから良かったですけど、18禁の BL 漫画じゃなくて良かったです。ギャグ漫画も恥ずかしいけど、ギャグ漫画も恥ずかしい。ギャグ漫画書いてたの？確かに確かに。デンジャラス G でマジで出版会社行ってるわけだから、そうそう、ね、すごいな。それぐらい本当に夢見てやってたんだ、ね、絵とか見たいですね。あ、確かに。大城の絵とか書いてた。あ、書いてた。これ誰でしょう。ギャグ漫画のタッチじゃなかったです。デッサンだったよね。そう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 。まあ意外ですね。タマスジ書いてほしいですね。タマスジ、ね、逆漫画4コマでもいい。書いて書いて、書いて書いて、来週オープニング紹介するんで、はい、ぜひともお待ちしてます。4コマでも逆で面白くね。さあ、おかげでいきましょう、はいはい、誰だ出ました。スーパーストロングボッキマシンさんですね。あなたがしてしまったとんでもない忘れ物とは。アメリカンチアガールの入浴無料券を忘れたので定価で入った苦い思い出です。風俗が大事、はい、風俗。さあ来ました。風俗ですか。ひなちゃんが共感した面白かった共感した記事は何でもいいか。ひなちゃん入浴と上位2名を上位2名、うん、ひなちゃん入浴勝つ可能性、正解で払ったことあるよね。あの宿題、宿題だ。実際に、うん、自分がやったことがある。正解で払った時ね、経験談で。ギャグ漫画、ギャグ漫画と次女、うん、風俗の割引券。いやいや、定価で買ってしまった話、割引券せて。風俗の割引券、風俗ね。さあ、ひなちゃんが選ぶ上位2組にポストカードを渡したいと思います。どうでしょう。じゃじゃん、ギャグ漫画次女。よし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 。まあ、これは別に僕は、まあまあ、あれさえはちょっと痛い敗戦かもしれないですね、うん、まあまあまあ、まあ、まあ、諦めたもんね。僕はちょっともうちょっとまあ納得、いやすごい妥当です。まあそれは妥当だね、はい、ひなちゃんもだんだん普通の感覚を取り戻す、ね、俺は攻めないよパンダ。弱いとか言われて全然ね。俺は攻めない。さあラスト、僕が攻めますよ。5分前ということでラストです。さあ、はい、ストップいってください。ストップ、はい、こうしましょう。さあ、これも1位を決めて、この人にもポストからプレゼント。僕が先行行きましょうか。行きましょう。はい、マキスクさん。マキスクさん、はい、あなたがしてしまったとんでもない忘れ物とは。高校生の時、うん、ブラをつけていくのを忘れました。おお、セクシー。これいい。また違うやろ。これいい、ね、忘れていくことなんてあるのかね。相当急いだんじゃないですか。だからもう、つけ忘れってあるんじゃないですか。その確かにあるある。これ、うん、女子あるあるなんですかね。ひなちゃんはない。あるの、あるある。いや、あれどうなんだろう。確かにこれって分かんないけど、女子あるあるなのかな。確かに、まあ時期にもよらない。夏服の時やばい。やばい、やばい。ブラウスでしょ、だってもう。ブラウス、うん、ブラウス、あブラが薄い。つけてるじゃん、それ。あ、でもこれいいや。よっしゃ。あ、でもいい。ちょっとね、ワクワクするような。そうですね、めっちゃいい。確かになんか、まあ、ひなちゃんに刺さるかどうかですけどね。いや、これはもういいでしょう、うん、あるあるでしょう。さあ、アルさん行きましょう、はい、それに対するは、武蔵丸のりっぺさん。お、あなたがしてしまったとんでもない忘れ物とは。はい、コロナ禍の時、神宮でワクチン接種した方用チケットを購入したが、うん、外苑前駅に降り立った時に、うん、ワクチン接種証明書を持ってくるのを忘れたことに気づいた時です。なるほど、ね、人生終わったと思いました。そんなに、よし、勝った。外苑前まで来て見れないのは悲しいので、うん、急いで某チケットサイトにお世話になりました。うん、別の買ったんだ。あ、そのなんか見れる、見れない、外苑前まで来たのに試合が見れないのは悲しいのでってことですね、うん、あ、だから慌てて直接買ったんですね。チケットサイトでお世話になりました。ああ、うん、ワクチンチケットを、そうかそうか、うん、野球の話ね。ええ何だと思ってんの。ちょっと待って、ワクチン、ワクチン見に行ったわけじゃないですか。ワクチン見に行ったわけじゃない。ワクチン接種のなんか、ワクチン接種券持ってれば安く入れますよ、そういうことなのか。え、何と思ってんすか。ワクチンを見に行ってる。ワクチン見に行くってどういうことと思って。どういうこと。ピンと来るでしょ、神宮とか。めちゃ神宮にあるワクチン接種会場に、ワクチン接種を見に行ったのかっていう。まあ俺の、これは、あ、ツイッターコメント来てる。俺のいいところだね。ありがとうございます。お金払ってじゃあ先にこっちの決着つけちゃいましょうか。じゃあひなちゃんが今共感した方ですね。あれさんね、来週もフィギュアスケートお願いします。まあ俺は分かってなかった。はい、どうぞ。さあ、いいよ。いや、これどっちでしょう。さすがにブラの勝ち、ブラの勝ち。いやいやいや、まあそうだね、ちょっとね。おーおーい、もう言えないわ。これは謝ったり、無責任のリップさん、ごめんなさい。
ノリピさんごめんなさい。いやでも面白い、でもダメだと思いましたなんかね。ああなるほど、ね。俺がダメだったよ。考え方を。来ました、スーパーストロングボッキマシーンさん。ブー体験は読まれないし、アメリカンチアガールは滑るし、今日は散々だ。伸びません。いやアメリカンチアガールは滑るしって当たり前やね。初めて投稿した。ブー体験、ブー体験読み忘れがあった、ブー体験があったんだ。今日はねバタバタしてもらって、じゃあ読み忘れは必ず来週読むという。なるほど、そうですね。ってことで最後です。はい、料理決めましょう。そうだ、これがね、今焼きそばと、焼きそばとトマットとお豆の煮込みスープしか来てない。はい、うわ頼んマジで。さあ二択でこれは、今ちょっと今トマットがないんで、はい、アメリカンチアガールをこれお肉とトマトにしましょう。はい、さあいやマジでこれでかいっす。アレさんお願いします。今日も前回はヤクベが作りました、ね。はい、じゃあ俺が、ね、今日はねアレさんの日なんで、はいはい、俺がナポリタンを引いた男だから。あそっか、頼りになる、これは頼りになる。それでは右か左か言ってください。どうぞ。焼きそば右。右焼きそば、じゃじゃん。アメリカンチアがあるってことはどっちだっけ。トマト煮です。もう長いんだよこの企画、長いってもう。トマト煮もうなんかもう作り方もわからなくて。でもアンザーメさんがレシピ送ってくれてますから、うん、ね。アンザーメさんめっちゃ考えてください。だってトマトに、そう、あそうだそうだね、ホールトマトでしょ、でホールトマトか、そっかそっか、お豆でしょ、うん、で鶏肉でしょ、で余ったら食べればいいじゃん、お豆を、うん、お豆食べなくていいでしょ。俺も今回餃子作るのに2000円かかってる。そんなに、マジっすか。俺エビとか入れたし。そうですね。オーバーチーズ。さあということで来週はお肉と豆のお豆でお会いしましょう。最後は吉田組さんの CM でお別れです。以上ヤミルトスの玉水でした。さよなら。さよならじゃない。またね。またねじゃない。生ゴミ燃やせる敏感資源、電気とボンベは不燃ゴミ。生ゴミ燃やせる敏感資源、電気とボンベは不燃ゴミ。生ゴミ燃やせる敏感資源。